高橋恵子です。今回まほろばという舞台でひろこ役を演じさせていただきます。長崎を舞台にしました4世代女性しか出てこない作品でございますけれども、この祭りの日に行われる本当に一日の話なんですけれども、そこで、祖母、まあ、私にとっては母ですね、義理の母で、私、娘、孫、そして、そこにもう一人女の子も登場しますけれども、まあ笑いあり、ほろりとするところあり、この人間関係の面白さ、家族ですから言いたいことも言い合いますし、でも命が誕生するという、まあ赤ちゃんができたとか、もう産むことができない、閉経してしまったとか、いろんなそんな話が出てきますけれども、とてもそうですね、楽しく、そして、笑った後で何か人間っていいなとか、こういうことを大事にしていこうとか思っていただける作品だと思います。どの年代の方が見ていただいても、それぞれ思い入れができる、人が登場してきますので、どんな方でも楽しんでいただけると思います。今回脚本は私がぜひ仕事をしたいと思っておりました蓬莱竜太さん、そして演出は劇団チョコレートケーキの久和さんです。それもとても楽しみにしております。私自身がで、出演者も女性ばかりで繰り広げられる笑いあり涙あり、本当に楽しいお芝居ですので、ぜひ皆様に見ていただきたいと思います。劇場でお待ちしております。